ニューキャッスルは、アメリカが州国ペンシルベニア州、ローレンス郡の都市であり、同郡の郡庁所在地である。ピッツバーグ市の北西50マイル、ペンシルベニア州とオハイオ州の宗教近くにあり、オハイオ州ヤングスタウンからは東に1 8マイルに、一致している。2010年国勢調査で、の人口は23,128人だった。 過去の人口最大は1950年調査の48,834人だった。ニューキャッスル小都市圏の主要都市であり、肥沃な農業地帯の商業中心にある、クロトンアベニューとネシャノッククリークの間にある、シティレスキューミッション1798年、土木技師のジョン・カーライル・スチュワートが、ペンシルベニア州西部に旅して、アメリカ独立戦争退役兵のために取って置かれた。 寄付用地の再測量を行った最初の測量では、シェナンゴ川とネシャノッククリークの合流点、当時はアレゲニー郡に属した土地約50エーカーが落とされていたことを、この時発見した。スチュワートはこの土地を自分の土地であると主張し、1798年4月にニューキャッスルの町となるところの区画を整理した。1849年4月5日、 ペンシルベニア州知事がローレンス軍を創設する法案を承認し、アメリカ海軍大佐ジェームズ・ローレンスにちなんで軍名をつけた。ニューキャッスルは1869年に死になり、初代市長はトマス・ビー・モーガンが務めた。同時、の人口は約6000人に増えていた。1849年、ペンシルベニア州ミフリン軍から、 オールド・オーダー・アーミッシュの家族集団がニューキャッスルの北ニュー・ウィルミントンに入植した。その後にオハイオ州ホームズ郡から移住してきたものによりペンシルベニア州では最大級のアーミッシュの町ができた。現在ニューキャッスルの北にある郡区には約2000人のアーミッシュが住み働いている。19世紀初期に運河の体系が建設されそれが市内を通ったので ニューキャッスルの事業が繁盛し始めた。輸送施設が使え、原材料の市場に近かったので、多くの製造工場が市内に作られた。運河体系は後に鉄道に保管され、さらに置き換えられていった。鉄道は、速度が速く、大量に物資を運べ、年間を通じて利用できた。1870年代、ニューキャッスルは、ピッツバーグエリーコ鉄道の主要中心地となった。 人口は1890年の1万1600人から1900年の2万8339人、1920年の3万8280人と、増えていった。工場や近くにある石灰が安石切れ場で、働くために、特に、イタリアからの移民が入ってきていた。イタリア人労働者は、労働者の給与を脅して強奪する、ブラックハンド社会の餌食になるものが多かった。 1907年、地域全体のブラックハンド社会本部がニューキャッスルの日数マイルにあるヒルズビルの村にあった。この頃のニューキャッスルは国内でも成長速度の高い都市であり、国内最大のブリキータ製造工場が作られたことで世界のブリキータの首都になった。ブリキータ産業によって市の繁栄度をさらに加速させた。1908年、 都市カントロリー線であるピッツバーグハーモニーバトラーニューキャッスル鉄道によってピッツバーグ市と結ばれた。製鉄所、製紙工場、鋳物工場、製銅ブッシング工場、自動車組み立て工場が市経済に貢献した。さらにシェナンゴチャイナが商業用陶器を製造し、ドワイト・ディ・アイゼンハワーやリンドン・ジョンソン各大統領のディナー用食器などホワイトハウス用時期を制作した。 他の用業会社が浴室用設備や産業用耐火材料を製造した。1920年代、ニューキャッスルは最大の繁栄時期を経験していた。多くの美しい建造物が建設されて、市の景観が変わったのがこの時期であり、現在も大聖堂、セントメアリーズ教会、キャッスルトンホテルなど、この時代に建設されたものが残っている。 ニューキャッスル市は、その独自性も確立した。世界のホットドッグの首都と、世界の花火の首都とも呼ばれている。チリドッグは、20世紀初期に移ってきて、家屋と共にレストランを。花火は、エスビタルパイロテクニックインダストリーズとザンベリー、インターナショナルという国際的に知られた2社によってその、名声を得た。1930年代は、国内の多くの都市と同様に、 世界恐慌の影響を受けた。この時期に連邦政府は公共事業促進局と市民保全部隊を設立した。これらの機関が多くの失業者に職を提供した。これらの機関が建設した石壁は経済の歴史的崩壊の名残として今も残っている。戦時に産業は一時的な流盛を見た。1950年。 人口は48,834人と頂点に、達したが、1990年までに28,224人にまで減少し、ラストベルトの一部になった。1998年、ヒストリーチャンネル、グレートレースの開催都市になった。この行事のために1万5,000人以上の監修が、市中心外に集まった。この都市は、市の設立200周年でもあり、 花火大会には3万人以上の監修が集まった。ニューキャッスルで最初の花火製造者はレオポルド・ファゾーニであり、ファゾーニ兄弟花火会社を所有し経営した。1886年にイタリアから移民してきて、ブリキータ製造工場で働いて金を稼ぎ、事業を始めた。ペンシルベニア州では最初の花火製造認定証を発行された。ファゾーニ家と働いた人の中から、 ポール・ロッチ、ジェイコブ・コンティ、コンスタンティノ・ビタル、ジョセフ・ザンベリなどが自分の事業を始めた。近年の経済不況はあるが、市内にはパイロテクニコ・ファイアワークスの本社が残っている。パイロテクニコは世界でも権威ある花火会場のカナダ、モントリオールのラロンドで2008年ゴールド・ジュピター賞を受賞した。コンスタンティノ・ビタルは1889年に イタリアで花火製作を始め、ニューキャッスルに移民して、そこで1920年代まで事業を続けた。ビタル家の5世代がこの会社を変えてきた。1990年代、社名がポリテクニコに変えられ、花火産業における世界の指導的会社になった。ニューキャッスル市にはザンベリファイアーワークス社もある。この会社も花火産業における世界の指導的会社である。 2007年にはカスケードセンター近くにザンベリプラザをオープンしたローレンス軍庁舎ノースヒル歴史地区スコッティッシュライト大聖堂がアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されているニューキャッスルは北緯40度58分50秒整形80度20分40秒北緯40.98056度整形80.34444度 40.98056-80.34444に位置している。シェナンゴ川に、ネシャノッククリークが合流するところにある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は8.6平方マイルであり、この内陸地8.5平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.47%である以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。ニューキャッスル中心街は現在カスケードセンターを中心に再開発が進行している。中心街の通りと速度は19世紀初めの様式に似せて21世紀初期に再建された。市内のペンシルベニア州道65号線とアメリカ国道224号線という幹線道2本も2007年初めからその終点が中心街に延伸され、 再活性化が進んでいる。電話マーケティング会社のインフォシジョンが元ニューキャッスルドライグッズ社の建物を改修し、カスケードガレリアにあった事務所を移した。この建物は1980年代後半にトラウトマンの百貨店が閉鎖して以来空室だった。現在はアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。現在、 桟橋愛福号ビルと呼ばれている。中心街にはいくつかの銀行も拠点を構えている。ハンティントン、ファーストメリット、ファーストコモンウェルスの各銀行地域支社や PNC 銀行、ファーストナショナル銀行の支店がある。メロン銀行もザンベリプラザの通り向かいに支店を持っていたが、ファーストナショナル銀行に売却した。 ファーストナショナル銀行はすでに中心街に支店を持っていたので、それは閉鎖した。メロン銀行の元駐車場は改修され、現在はカスケードセンターなど中心街企業のための駐車場になっている。ニューキャッスルと近くにあるピッツバーグはどちらも、ラストベルトの中心にある市内の公共教育は主に、ニューキャッスル地域教育学区が管轄し、他にもいくつかの学区が関わっている。 ニューキャッスル地域教育学区はウェストピッツバーグも管轄している。ローレンス郡職業訓練センターも市内にある。中学校は1校、小学校は3校、幼稚園と幼稚園前が各一つある。ニューキャッスル市とローレンス郡の全体から、ニューキャッスルクリスチャンアカデミーが生徒を受け入れている。この学校はノールヒル駅市地区のアルバート通りのサマーアベニューから、 クレンモアブールバードまでにある。幼稚園前から8年生までを教えている。サウスジェファーソン通りとホーム通り沿いにあるセントビタスカトリック学校もある。市内から4つの高等教育機関を利用できる。中心街にあるニューキャッスル美容学校、プラスキタウンシップにあるニューキャッスル実業学校、市内のジェームソン看護学校、2008年にユニオン軍区に開校したバトラー軍。 コミュニティカレッジのローレンス軍文校である。車で通学可能な4年生大学としては、ビーバーフォールズのジェネバカレッジ、グローブシティのグローブシティカレッジ、スリッパリーロックのスリッパリーロック大学、ニューウィルミントンのウェストミンスターカレッジ、ヤングスタウンの中心外街街にある、ヤングスタウン州立大学がある。ペンシルベニア州立大学もモナカのビーバーキャンパスと、 シャロンのシェナンゴキャンパスという二つの分校を持っており、車で行ける範囲にある。市内には、ニューキャッスする交通局という形態での公共輸送機関がある。市内のバス便と、ピッツバーグ市への1日3便のバスを運行している。市内を通る幹線道としては、週間高速道路376号線、ペンシルベニア州道18号線、 アメリカ国道422号線がある。ペンシルベニア州道65号線とアメリカ国道224号線は市内に終点がある。また、州道108号線と168号線も通っている。週刊高速道路376号線はペンシルベニア州有料道路委員会が管理する有料道路である。週刊高速道路8十五線や 週間高速道路76号線も近い距離にある。最も近い空港はニューキャッスル市民空港であり、商業便は飛んでいない。商業便であれば、中心街から約42マイルにあるピッツバーグ国際空港を利用している。また、ヤングスタウン・ボーレン地域空港、アクロン・カントン空港、クリーブランド・ホップキンス国際空港も車で行ける距離にある。市内では、 月曜日から金曜日の午後に発行される新聞、ニューキャッスルニューズが購読されている。土曜の朝は、ニューキャッスルニューズウィークエンドが発行される。ピッツバーグポストガゼット、ピッツバーグトリビューンレビュー、ザ・ビンディケーターも広く読まれている。市内では、ピッツバーグとヤングスタウンの放送局から配信される、テレビ番組を視聴できる。ヤングスタウンの方が近いが、 ニールセンメディアリサーチからはピッツバーグメディア市場に組み込まれている。ラジオはアービトロンからヤングスタウンラジオ市場に組み込まれている。ただしピッツバーグ地域のラジオ局の放送は容易に聴取できる。a m ラジオ局が2局、FM ラジオ局が1局市内で免許を得ている。夜のザンベリプラザワーナーブラザース最小の劇場であるカスケードが1907年に 市内でオープンしてから、ワーナーブラザースのスタジオの歴史では重要な役割を果たしてきた。この劇場は2006年に改修、再開された。この建物は、その10年前に、東ワシントン通り近くの側道に壁が剥落して問題視されていた。その後歴史的重要性が認識され、建物が救われた。市当局は、元劇場周りの再活性化を計画し、 現在はカスケードセンターと呼ばれるようになっている。現在はレストランが2軒、公園会場が一つが入っており、ピッツバーグにあるステーションスクエアのようなものに変えていく計画である。しかしこちらの再活性計画は、鉄道よりも映画に焦点が置かれることになる。カスケードセンター自体はカスケードパークから名付けられており、その公園は、 シェナンゴ軍区のイーストサイド、ペンシルベニア州道65号線沿いの郊外部にある。元はトロリーパークであり、1980年代に歴史的な建物や入り口看板を改修して屋外公園に転換された。その意味ではヤングスタウンのイドラパークの運命を避けることができた。この公園では毎年クラシックカーのショーである。 Back to the 50s Weekend が開催されている。コミュニティ劇場のニューキャッスルプレイハウスはロングアベニュー沿いにあり、毎年いくつかのショーが開催されている。ヤングスタウンと劇場の多いピッツバーグの間の地域では唯一の劇場である。近くにあるオールド・プリンストン・スクールはロックコンサートの会場である。ニューキャッスルは スリッパリーロック軍区のマコネルズミル州立公園から、また、バトラー軍、マディクリーク軍区のモレン州立公園からも近い距離にある。2011年の映画、スーパー8で、ニューキャッスルは世界の花火の首都と呼ばれている。ニューキャッスルには、アラビア系アメリカ人が多く、その文化を見て取ることができる。19世紀後半から20世紀初めにしが繁栄した時代に、 レバノンやシリアからの多くの移民が入ってきた。その文化は、詰め物にしたブドウの葉、串刺しの小用肉、黄ビ、ガーリックソースなどをよく使う料理に、特によく見られる。ラストベルトの多くの都市に、アラブ系アメリカ人が多いが、ニューキャッスルの場合はシリアからのアラビモスリムが多いのが、特徴である。イーストサイドには、モスクもある。ありがとうございます。